はい。今日は2022年3月20日。今週もなんとか録音する時間を取ることができそうです。先週、au のギャラクシー S21 というアンドロイドの端末ですね。こちらを、まあ、安くで買えそうだから買ってみたいなということでお話をしていましたが、まあ、無事購入することができました。Y モバイルからのモバイルナンバーポータビリティで、au に転入する形で購入するということでお店の方には行ったんですけれども、どうも一応お店の方と結構まあ詳しい方だったようで、まあ一度 au にしてその後すぐ UQ にしてもいいんですよみたいな話をして、そういう話もしていたんですが、でまあ自分もまあ今月は au の支払いになってもまあいいかなと思って手続きを進めていたんですが、どうもなんか話を聞いてると最初から UQ として取り扱ってくれるような、そういう話になっていて、あ、そういうこといいんですねっていう感じでまああまり突っ込まずに、 au から UQ に変わるというわけではなくて、普通に最初から UQ で契約という形を取ってくれるという、まあ店員さんのファインプレーというか、まあこちらが望んでいた形にしてくれましたというのがありました。まあこういう販売の方法についても当然ながらあり得る話で、というのもキャリアが販売する端末というのは今までは携帯の契約ともう完全にがっちり紐づいて、それ以外の販売というのはまずなかったんですけれども、それがここ数年の間にいろいろと状況が変わりまして、キャリアは端末だけの販売もするようにしなさいとか、でその場合に契約をこう強要してはならないとか、まあそういったいろんな決め事があるという中で、で今回の場合は Y モバイルから UQ モバイルに転出から転入して、そして、端末自体は au の方から購入するというふうな形で手続きの方が進んでいきました。まあもともとできるという話は見聞きして知っていたものの、まあよくある端末だけ買いたいと思ってんですけどって言っても、いやー在庫がなくてみたいな、お店の方に断られるということが実は以前にもあって、その時はそうですね、ソフトバンクの方でアクオス02というのが本体価格がすごくこう下がったタイミングがあったんですけれども、まあ、その時に、あ、じゃあ端末だけ購入の制度使えば買えるじゃんと思ってお店に行ったはいいものの、で展示もされているんですけども、あのモックですね、まあ動かせない形のモックが展示はされていたんですが、これ端末だけ購入ってできるんですか、買いたいんですけどっていう相談を店員にしたんですが、いやいや、ちょっと在庫がなくてみたいな、いやじゃあなんで展示してんのみたいな話もそこで食い下がりはしたんですが、結局売ってはくれませんね。その時は結局他のなんだソフトバンクのキャリアショップに行って、まあ普通に他から転入する形で、まあソフトバンクと契約をした上で端末を購入したといった顛末もありました。それがもう2年とか前の話でしたかね。で、それがまあ今回、普通に端末だけ購入というのを、今回あえて聞きはしなかったんですけど、まあもう乗り換える気も満々だったんで。ただ、そういう形で、Y モバイルから au を経由せずに UQ に直で、まあ UQ の方とは、SIM のみの契約、SIM のみで転入するという契約をして。で、けれどもこう端末の方は、au から購入すると。で、その時、端末に対する割引というのは普通に入ったりとか、あとまあ、Y モバイルから UQ に入ることによっての
割引みたいなのも普通について、まあ一応こちらが望む形というので一通りの手続きが進められたので、まあよかったよかったと、そんな話がありました。お値段が、そう、本体一括価格19,800円ということで、まあもともと去年発売されたばかりの最新の機種で、SOC、CPU とかですね、そういったところも最新のスナップドラゴン888ですか。まあちょっと発熱問題がよく話題に上がったりする SOC なんですけれども、今実際使ってみた感じ、そんなに発熱というのも感じないというか、私自身がそこまでこの端末でゲームをしようとかそういうつもりが全くないので、普段使いしてる分には全く暑さは今のところ感じないですかね、うん、ということですごくいい端末なんですけれども、これはまあ本来であれば10万円なところが、2万円しない価格で購入できたと。まあもちろん Y モバイルから UQ モバイルに変わるということで、その事務手数料とか3300円かかったりっていうのはあるんですけれども、また月額の支払いですね、そちらが今まで Y モバイルでは家の回線がソフトバンク光を使っているので、一番安いプランで月々990円で済んでたんですね。それが今度 Y モバイルじゃねえや、UQ モバイルに変わったことで、若干月600円くらい多くなってしまって、1600いくらかっていう月額費用がかかってしまうというところが、まあ少し痛いところではあるんですが、うん。まあそれにしても10万円から2万円という約8万円の値引きをして端末を購入できたと。いうことで、まあそれくらいは全然許容範囲かなと思っているところです。で、まあその辺も今の UQ だとインターネット回線が au 光だったら割引で、その Y モバイルと同じ、ソフトバンク光プラス Y モバイルっていうので990円っていう割引になってますけど、それと同じことが UQ モバイルの場合も au 光であれば割引になって一番安いプランで990円で持てるというふうにはできるんですが、まあネット回線変えるのもちょっとなかなかハードルが今は高くて、で代わりに電気ですね、 au 電気っていうやつで電気のこう請求というかそういったものを au 電気に切り替えれば UQ モバイルの月額費用が、まあ、ネット契約した時と同じく600いくらか割引になって、一番安いプランで、月990円で UQ モバイルを持てるようになるよというものがあるんですけれども、まあ、それにしようかどうしようかというので今悩んでもいます。まあその悩んでいる理由というのが、今家で契約しているのが半日お得プランというふうなプランでして、すなわち、朝の9時から夜の9時までは電気料金が通常よりもちょっと高くて、で夜の9時から夜中を通して次の日の朝9時まで、要は夜間ですね、夜間はすごく安い料金でいいよと、そういったプランに今入っているんですけれども、これが今はもう加入できないプランっていうことで、一度やめてしまうともう元に戻すことはできないというところで、なかなかこう踏ん切りがつかないっていうのが今考えて悩んでいるところです。 au 電気については、まあ普通の電気料金プランみたいなことで、その午前というか朝、日中と夜間みたいな値段の切り替わりはなく、一日通して一定の金額ということなので、まあ切り替えてそこまで損になるかどうかっていうのを一度試算はしてみたんですけれども、まあ、今現在、まあこのコロナ禍というところもあって、テレワークする日数というのは非常に多い。
まあ、今すごく忙しいという中もずっとテレワークで家の方で仕事ができてはいるんですけれども、そうすると昼間もいるし夜もいるしみたいなところで一日中電気使ってるじゃんと。これだったらもう切り替えてもお値段そこまで変わらないんですけれど、これがまた状況が落ち着いて、まあ以前のように日中仕事に出て家にいるのは夜だけみたいなことになると、この半日お得プランっていうのが非常に効果的に使えてくると。まあそういったところで、まあこの先ずっとテレワークが続くんであれば切り替えてもいいんだけど、もし戻ったとしたら今の半日お得プランの方がいいんだよなっていうので、なかなか踏ん切りがつかずにいます。でもまあ切り替えちゃおうかなっていうふうには思ってますけど、はい、といったところで今日は au の Galaxy S21 に安くで売ってたのを購入することができたよと、プランの切り替えも意外と融通を聞かせてくれたなといったお話でした。この辺のスマホの事情について割とこういろんなネタは持ってるので、こういう話を聞きたいなみたいのがあればリクエストなどいただければ、それについての話題を話してみるのもいいかなと思ってはいます。まあここまで聞いてくれている方もしいらっしゃったら、どうぞコメントなどでおっしゃってください。では今日はこの辺で、お疲れ様でした。